こんにちは、宝木美穂です。宝木美穂のようなもの第44回。この番組は私、作家、朗読家、ライアー奏者の宝木美穂がこれまでの経験、体験から気づいたこと、その時々の気になったことやエピソードを語りながら、皆さんに元気や癒し、明日へのエネルギーをお届けしていく番組です。どうぞ最後までお付き合いください。始まりました、前回の配信ではですね、太田さんが来た時のお話の補足的なお話をしていきましたね。ターザンのことだったりとかね、同感共感だったり、あと目標に向かっていない我慢はみたいな話を、まあ、川原さんと一緒にちょっとしていったんですけれども、どうだったですかね。さらにこう深掘りで、またその体操というのが実はそんな表面的な骨のことではないんだよみたいなことも、私ね割と掴んでる方だと思うんですね、やってる人の中で。なので、あ、そうそう、一応インストラクターのね資格も取ったわけなので、理解をしている一人だと思っております。そうなんです、大勢の方に教えることはある部分のいくつかの体操ですけど、できるようになったので、宝木美穂を呼んでいただきましたらね、教えることもできる私でございます。はい、伝わったんで、またリンクもしておきます、リンクもしておきますので見てください。そして今回はですね、どんな話からしようかなと思ったんですが、前回ね14日だったんです、14日に、あ、前回というか今日私がこう収録している日は14日なんですね。話すのを忘れてしまったんですが、5月の11日に、だからちょっと離れましたけどね、私の住むですね日野市東宮下という自治会におりまして、その自治会主催のダイヤ演奏、そしてヒーリングの会というのを2回目だったんですが開催しました。これ本当にすごいことだなって私思ってて、なかなかですね自治会でねこういう催し物をやるということって聞いたことないかもしれない、ライアーの演奏会ね。でこれに至ったのも、この東宮下自治会というの会長さんがね40代なんですよね。で40代の、まあ、後半の方 でその方が、自ら立候補してね盛り上げたいってことで自治会を引っ張ってってるんですね。でその日野市って特殊というか、でしかも東宮市の特殊なのは、日野市確かね今ね18万人ぐらいいる都市なんですけど、田舎の割にはね多くて、どんどん若いご夫婦が増えている、日本の中で逆行してるところなんですよね。なので子どもたちにも、このライアーに関しても子どもたちにも、なんか音って振動なんだねってっていうようなことも含めて、知らせたいななんていう話から、そんな話ことになってたんですね。でもともとね、東宮下自治会って私の父母の時代も本当によく やられてて、前も話したことねありますけどね、ラジオでね、やっぱり何か災害が起きた時に隣の人を知ってるって大事だよねっていう観点がまずあって、なので、忘年会をちゃんとやりましょうよと。昔で今とは違うのは、お酒を飲んでおけば大丈夫じゃないっていう感じが今とはちょっと多分違うんですけど、で、そういう会をちゃんとやったり、あとは夏祭りをね必ず大きくやってたわけですね。でカラオケ大会をやって、そのカラオケで抽選会があったりして、で抽選で当たった人は結構いいものが配られて、だからみんな来るじゃないですかね。そこで顔見知りになるっていうのをずっと続けてるとこなんですよ。で今は暑いので秋祭りになったんですね。で私は夏祭りの頃7年間ぐらいね、子ども向けの演奏というか、それを音読みでもやらせていただいたっていう7年やってたんで、その頃つながってたんですけども、途中ちょっとお休みになって、お休みしてて、そして22年かなの秋祭りから、その会長さん、まあ父経由かな、会長さんからなんか企画ありますかみたいなところで、まず私はね
あのドラマーをプロのドラマーを秋祭りに連れてったわけ。ドラムセットとともに。それで普通和太鼓じゃない。でドラムだけで、まあすごい天才だから持たすことができるっていうのをみんなあんまり見たことないと思うので、それをこう見せたくて、で初めびっくりしちゃうからすごい音なんで、なので初めあの即興じゃないけど、じゃあ私がアンパンマンを歌うねって言って、アンパンマンを歌ってると途中から入ってもらって、みんなに慣れてもらって、でも子供たちが叩くっていうことをやったんですね。でそこからあの次の年はアフリカのバラフォンっていう楽器をの友達を連れてきて、それはマリンバの大元なので、それはひょうたんとかくっついてて音の高さが調節されていくんだけども、ひょうたんのところに穴が開いてて、そこに今はビニールっていうか、なんていうのかな、トレーシングペーパーみたいなのが貼ってあって、叩くとボン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 って変な音がブヨーンって音に変わるわけね、そこに貼ってあるから。でも昔はそれが本当の蜘蛛の巣だったっていうね、そういう楽器があって、精霊の音を発するみたいな楽器があって、その子を連れてきて、私もアフリカの曲をマスターでもないけど歌ってみたいな、そんなことをやってて、でその中でライアーは祭りには向いていないというか、音が小さいのでね。でも実は私で打ち合わせの時に、ちょっとうちのところに来てもらった時に、あ、こんな楽器実はあるんですよってポローンって弾いたらしいのね、どうも聞いたら。でそれを聞いて、なんだこれはってすごく気にしてくれてて、それで去年アフリカのバラフォンを10月かな、でその打ち合わせの時にライアーを聞いてもらって、で12月のライブに来てくれて、日野市の、そこから、あ、これはぜひ自治会でやりたいっていう企画で2回目だったんですよ。で前回の時3月の時に本当に70代80代の方がほぼで、若いお母さんたちとかお父さんたちも知ってほしいよねっていう話になって、今回2回に分けたけど、まだちょっとね、人数が、なんだろう、あ、もっといてもいいようにもう一人ライア奏者を連れてきてね、2回に分けたんだけど、まあいつでもその時がベストなので、もちろん良かったんですよ。で全部でね15、6人は来てるのであれなんですけども、もっともっと本当は広めたいなと思っていて、今日午前中にもね、同じ会場のところで「こんなんです」って弾いてきてで、自治会だけじゃなくて、別のところからも参加ができるんですね。で参加できるので、ぜひと思っていうのを今ラジオで言ってます、はい、でもその、何がね嬉しかったかってね、今回はヒーリングだけではなくてね、初めに私のオリジナルの作品を読んライアーを弾きながら読んで、もう一人リンカリンのリンちゃんだったんで、二人で星は巡ってるっていう作品の短くしたのをね、宮沢賢治さんのトリビュートの作品を読んだんですけど、それが良かったっていうふうにね言ってもらえたのと、あとやっぱりライアーの、即興がね、リンちゃんとやるとまあ楽しいので、それが まず演奏が良かったって言ってくれて、でヒーリングの方ではもう板間なんでね、横になってもらって板のところで弾くと響くんですよ。でそれで、本当にそこの会場がねちょっとね特別いいのね。普通の公民館と違ってて、なんかで、ね、天井の高さが2段階になってたりして、音が本当に回るんだよね。でそこで皆さん本当に横になってくれて、そして乗せられるようだったらばちょっと体に乗せたりするっていう、ものすごい贅沢な。で若いお母さんとかはもう帰れない でどうしても行かなきゃいけないとかがあって、学校関連かな、でなんか元に戻るのが大変なぐらいでしたって言ってたらしくってまあそういうすごいいい会だったんで、またねここで言った時にはぜひ来ていただきたいです。それと太田さんの体操も私は教えられるので、その時に、前回の時とかもやっぱりもう体が痛いんですと、初めはね1回目回った時はね、皆さん半信半疑で乗せてもらってんのに、2回回ったんだよその時、3月の時はね、だから2回目はここですとかっていうのを教えるようになってくるわけで、腰がって言うんで、あ、こういうことするといいですよってこう私教えたくなっちゃうから、資格を取ったんだよね。でそういうのもやろうかなと思って、歩けなくならないから体操やってるとね、だからすごく
いいと思うので、あの自治会関連のお仕事もちょっとやっていこうっていうのが今年の私でございます。はい、ありがとうございましただから募集してますからね、どこの自治会にも行きますよ。総会でした。なんかね、私本当に自分らしいなって思ってて、ライヤー、これはライヤーって言ってもソウルサンドライヤーって言って、一台の中で不協和音のない特殊な形のもので、元はヒーリングライヤーって言ったものなんですけども、もっとその伴奏ができるライヤーだってするとすごくやっぱ鍛錬が必要だしね、楽器奏者っていう感じがするんですけど、これはもう体に当てたりして感性のままに即興でしか弾けないようなものなわけですね。で、感性のままなのでね、怒り狂って弾くとかね、そうそうそう、楽しく弾くとかね、あとリズムを奏でるとかね、こうスティックでね、こんな風に叩いたりするわけですよ。やってきた私にとって、りんちゃんもそう言ってるんですけど、その音楽のやるときは誰か音楽の人と一緒にやることが多かったのが、自分が弾きながら喋るじゃんっていうのが本当に楽しくてやってて、だからちょっと本当にイレギュラーなやり方はしているんですけども、全てそうであればいいのにと思います。全部イレギュラーでみんな生きていいんじゃないかというのが、私の考えです。で、皆さんが違ってもいいんですけども、私はそんなことを思っております。はい、で今日お話ししたいことというのがあります。でこれ今日はですね、散々話してきたんですけども、いつだったんだろう、5月のそれこそ10日かな、私今結構ドラマ見てて、なんかねハマってできちゃって、何が好きって、もともと役者なので、でもお芝居は好きなわけですよ。だから役者が好きなのね。やっぱりその何がすごいいいってね、演劇はもっといいけど、なんか脚本家がね書くけど、脚本家、私もその物書きとして脚本書くけど、書いた登場人物ってどうしても自分の一部分のことが出てくるんだよね。激しい人だとしても自分の中にないものはどうしても書けないわけだよ。でもその役者さんが入ることによって、その役者のその役が立体的になるんだよね。人間がやってるから、ロボットじゃないもんだからね。ロボットだったらさ、もしかすると私みたいな人がみんなやるかもしれないんだけど、なので私は自分で自分の作品を何人も読む時もあって、それもそれで私は楽しいんだけども、やす子さんに入ってもらうのは、他の人の人生が入ってくるとね、やっぱり立体的になるなっていう感じがして、なのでね、どちらかというと役者で見ちゃうんだよね。あ、この役者さんが見てるから見よう。で、朝の連続テレビ小説もやっぱりじゃ伊藤沙莉ちゃんが好きだったんで見始めたんですよね。で実はね、その前のドラマ見ないつもりだったの、朝ドラだったんだけど、シュリちゃん、伊藤蘭さんと、水谷豊さんの娘さん、もう気になってて、でやっぱどうしても気になってもんだからさ、うまいよね、気になる人を置くよね、当たり前かだってその前は神木隆之介くんが好きで久しぶりに朝ドラ見始めたんだもん。それまで全然見てない。神木くんやっぱりね、子役の中でも特別だったんだよね。この子すごいなってずっと思ってて、ちゃんとそのまま努力してって言ってるから、いやこの子すごいと思ってて好きでね。ゴジラは見てないのね。うん、ゴジラは見てない。そっかそっか、
ゴジラそうだったっけ。そうだね、主役あそうだね見なきゃね時間がない今本当に。でまあそれでね、あのさゆりちゃんになったんで見たんですけど、まあ一番目から大泣きのまま、毎日大泣きだったんですよ。で見てない方はね、あれかな、 NHK プラスで見れるのじゃなくて、前のやつはあれですか、朝ドラに関しては NHK の何かで、ね、期間限定で NHK プラスで確か見れて、期間限定って、ああそういうこと、 NHK のなんだっけ、アーカイブっていうかなんだっけな、うん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 、このやつだと、うんうんうん、なんか全部見れるんじゃないかな。あそっかそっか、なんかちょっと僕も詳しくわかんないけど、 NHK プラスは無料で見れるってことなんだ。確か無料で登録できて、うんうん、例えばさ、30日間無料で次の日からかかっちゃうんだぜみたいなやつじゃなくて、じゃないまあちょっと調べてみましょうね、うん、あの皆さん調べてください。詳しくない。そうですね、失礼いたしました。私もなんか曖昧なことでもこのように言えばほら大丈夫なんだよ河原さん、あのほら、ね、大丈夫、じゃまだちゃんと言えないからさとか言ってから、だからちゃんと言えてないかもよって言えばいいんだよっていう、あのあれみたいだね、取扱説明書なんていうかパンフレットみたいだね、ここになんかちっちゃく書いてあって だけどそういうものじゃない、だってそんなこと言ったら何も言えなくなっちゃうので ね、あれなんですけども、何言ってんのかで、虎に翼で感動していてね、これはあの日本で初めて、弁護士になった女性、弁護士そして裁判官にもなったね女性のモデルになったお話なんですね。で虎に翼っていうのは鬼に金棒みたいな意味なんですよね、うん、と強いものにさらに強いものがくっついて、もうさら、もうすごく強くなるっていうどういう強くなっちゃうっていう、強くなっちゃうよっていう話で、まあどういうことなんでしょうね。でトラコちゃんって女の子、トモコさんって言うんですけど、トラに子供の子って書いて、通称トラコちゃんが主役でね、まあこんなのいちいち言わなくてもいいんですけど、やっと今よ曲折あって、もともと弁護士って女性なれなかったんですよね。でも初めてそろそろ弁護士が女性もやれるかもしれないっていうので、ある大学で女子部ができて、でその時点でまだ弁護士になれるか分かんない時点で、彼女は大学2期生として入ったのかな、2期生3期生かな、それぐらいで入って、でさあ初め何十人といるのに、最後試験受ける頃にいたのは5人同期がね、ところが受けたのは2人だよね。最後ね、5人いたけど最後3人もうそれぞれの理由で受けられなくなっていくんですよね。でそうだよね、その受けられなくなった中にね、最強がいるよねってさっき河原さんと話してたんですけども受けられなくなった人って3人いる中の1人が朝鮮人、あの戦前のお話なんですよね。昭和10年とか11年2年、あの頃第二次世界大戦の直前のお話なので、朝鮮人って言い方になるんでしょうね。でその女の子がお兄さんから呼ばれて、こういうのできたよ勉強しなよって言って、日本語でありえないよねよく考えたら、あの最強だよねって話をしてて、今の時代じゃないですよ、だって相当優秀じゃないと、うん、で日本に住んでたわけじゃないじゃん彼女、うん、お兄さんによって呼び寄せられて、どこで日本語練習勉強してたんでしょうね、うん、まあ、でもあ、なんかやってたのか、日本が朝鮮半島を、そうだそうだ、あの、うん、朝鮮トゴフとかがあった頃、うん、だいぶ進出していたので日本語に関してもしかしたら知識はあったかもしれないけど、どちらにしても日本人が勉強しても難しい、そうそうそう、勉強をやるわけだから、そうそうそう、相当な、まあ、脱落することなく頭のいい子なんね、でその子に関してはもうそろそろ戦争が始まりそうだったってこともあって、お兄さんがねその特攻に目をつけられてね、思想的にっていうんで、もうこれは帰んないと、今帰んないと、もう帰れなくなるぞっていうことで諦めて帰っていって、で一人は家族の家族、花やぐっていう字の家族の、方で、その方もねお父さんが家を出てってしまって、もう婿であったお父さんなので家を継がないと、すごいよねあれもね、それは女性だけのことじゃないかもしれないけれども、家を継がないとそこに働いてる人たちがみんな路頭に迷うということなんだよね。だから力がある方たちの大変さって、そこが私たちは分かんないよね、思わない、どうですかね。
なかなかリアルに分かる人は自分の身が日本の場合は日本人の場合は少ないんじゃないの、うんうん、あそうですか、うん、その家の制度によって、うん、こう何かを左右されるっていうのは、まあ、僕らの世代はまだあるかもしれないけど、あそうか、でもその例えば会社を継ぐ継がないとかさ、うん、そういうところこの仕事は自分は辞めたいけど辞めちゃうとこの人たちがみたいな、うん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 、責任ある立場になったことないからずっと逃げ続けてそういうからですけど、そういう狭間の方たちもまあもちろんいるんでしょう、いっぱいいるんでしょうね、ただ、うん、まあ全体の数からすればね、うんうん、で一人はそういうことで試験を受けるのも諦めて結婚をしていくんだよね。でもう一人の人がね、彼女もすごい頭がいいと私は思ってて、うん、40代かな、40代で主婦をしていたんだけど、3人男の子を産んでてね、で1人目の男の子は旦那さんが弁護士で、そこの家庭で弁護士として育てるって言うとお母さんに取り上げられっていうね、で下の子2人を見ていった、でそこで下の子2人を前にも私これ話してるんだけどさ、ちゃんと話してるんだけど親権を取らなきゃ取りたいけど、自分今は取れないけど、うんうん、動かなきゃって言って勉強していたんだけども、最後の最後の試験の直前なんだろうね、うん、旦那さんから離縁状を置いてかれて若い人と結婚するからと言われて、で当時の、法律では絶対に親権が取れないね、でもちっちゃい子を連れてっちゃったんで、おそらく追いかけるのもそんなに簡単にできないような時代ではあるのかもしれないね。逆にどうなんだろうね、なんていうのかな、曖昧な、なんていうのかな、なんていうか情報網とかもしっかりしてなさそうだったりするとさ、遠くのところに行ってしまったらもうそこまではわざわざ追いかけないみたいな今より違くないかなと思うんだけどね、曖昧なとこがあったのかな。真ん中の子が気になるよね、一番下の子だけ連れてったんですよ皆さん見てない方、ね、ネタバレすっごいしてるけどそうだね、まあ、それで結局2人しか受けられなくって、その相手のそれで、受かったのが、まあもともとこれ史実でも一番初めに受かったのは3人なんですよ、女性がね、うん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 、でその中で誰なんだろうなと思いながら見てたんですけど、上の木のね人たちのが先輩2人と、そしてトラコちゃんが受かったんだよね。で受かってもものすごい彼女はずっとモヤモヤをしていて、その子はもういろんな家庭の事情で男装をしてるんだよね、男性の格好をしていて、お前そんな格好するのかこれからもって言ったらふざけんなとこ言ってしまったと、それはなかなか受かんないだろうなって逆に思っちゃうとこあるんだけどね、もちろん差別した発言はまずいんだけど、この辺ってどう思いました？いやまあドラマだからそんなに若干は分かんないけど、ね、いやもちろん上手に切り返したりとかね、うまいこと、まあ、冷静にね、合格すればうまいこと切り返した脚本になるんだろうし、まあ、その辺はどうなんだろう、分かんないけど、何があったかっていうと、結局その格好のことを言われたことでちょっとカッとなって、いい面接官に言い返した形にな、試験官かに言い返した形になって落とされて、多分2年ぐらい落とされていくんだよね、あの後、その後も落とされていくっぽいよ、分かんないんですけどそのこれネタバレなのかもしれないと思った、なかなか受かれないっぽいですけど、そうそうそう、だから会社の面接だったらやっぱ難しいじゃん、だってその会社にね、あなたその格好で来るんですかって、はいって言っても会社に合わせてねっていうのはまかり通るじゃない、どうしたって。いやどうなの今って、それももちろん同じなんじゃないの、ね、いや僕もちょっとそういうね、え考えちゃうね、受ける方でちょっと、うん、まあ、あそこまでの口答えじゃないけども、はい、ちょっとよからぬ反応をしてしまったこともあるんだけどそうか、まあ、でもその時は一応大丈夫は大丈夫だったんだけどね、うん、でもまあ組織として使おうと思った時にはさ、会社でね、その時には使いにくい人って思われるパターンと、うん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 、それこそエネルギッシュでいいって思うパターンといろいろのようなけど、会社によってね、うん、でも会社じゃないからね、そうそう、そこが問題なんです、そうなの、だから絶対に入れてはいけないんだけれどもわかんないよね、うん、でもなんで歯向かわないで我慢してっていうね、気もしたけどもいろんな意見があって、これ歯向かわないのかっこいいっていう人もいれば、
ちょっと我慢すればいいのにっていう意見とか、やっぱり、まあ、貫き通してほしいっていう意見とかいろいろあるような感じだった。というのはね、なぜ私このいろいろ意見があるんですよって言ってるかっていうと、あまりにもハマると最近ちょっとなるコミュニティに1000人ぐらいいるコミュニティに参加して、虎と花を、あ、虎に翼を見るというね。でそこでいろいろこうトピックを皆さん上げてって、そこにいろんな言葉を書いていくんですよ。困ってますな。で、うん、もう私も大体それぐらいまで行くんです。全てのものがビバンとかもさ、 LINE グループに入ってたからね。それぞれね、いろいろ面白くて、例えば今私 YouTube で喋ってるから、こういう喋る時っていうのはまんべんない意見を言うように心がけます、はい、で私が一個やってるところっていうのは、割と自分の顔を出さなきゃいけないところでやっているので、そこもなんていうか、そこまで争わない優しい言葉のやり取りで、 LINE とかあるじゃないですか。 LINE のチャット、オープンチャットのグループって自分の名前出す必要ないんですよ。そうするともう本当に怖いの。だってやめちゃえばいいだけっていうか、だからもういろいろあって、で私はそれを眺めてるのが面白かったりしてるんですけど、でもその空に翼の、中でね、まあトピックっていうか自分の意見変えたりしたら、こう投稿したものに対して返信返信ってあって、私はもうね抑えきれず投稿したわけです。というのは、彼女が受かって祝賀会を大学で開いてくれて、でそこの、 弁護士になっ受かってね、トラコちゃんがね、で祝賀会の時に記者がいっぱいいて、先生方もいて、で女性3人が取り出されてね、学校がなくなるかってぐらい存続の危機もあったのに、受かったらいきなりもう皆さんが 手のひらを返したように、おめでとうおめでとうおめでとうって言って持ち上げられて、で彼女がどうですか、日本で一番の優秀なご夫人になったなんとかはみたいなことを向けられた時に、彼女が、まあ、彼女の口癖というか、今割と言ってると言われてる果てっていうのを言ってね、で私は一番だとは思いませんっていうことを語ったシーンが、今語ってても泣けるぐらい私は携帯に入れて見てるぐらい感動してて、でそれが志半ばでね受けられなかった友だったりね、あと見た目のことで受けられなかった、ここに立てなかっただけの人たちとかっていう、あとこの試験があること自体も知らないご婦人方がいるのは分かってるんだから、私は一番なんてとても口が裂けても言えないということをこう言うわけですよね。でその、こう受かってみたらずっとモヤモヤしてた、これが何だったかが分かりましたっていうことを彼女が語っていて、何しろこの法律自体が私たちに不利な、女性だということだけで不利なんだっていう話をするわけですよ。でもこのドラマの本当にその核になる部分をこの脚本家がここで書いてるなって私が思うのは、その一見するとね、このドラマね、70代とか80代の男性の見る率が低いらしいんですよ。私ちょっとどっかで見てて低くて、で女性は20代とか50代とかまんべんなく高いんですって、いつもよりも。だから確かに女性は見てるとスカッとすることがいっぱいあって、なん本当よ本当よ、もう世の男どもみたいな気持ちにはなるんだけど、でもこの作家の方がね、脚本家がもちろん史実に基づいてるとはいえ、フィクションなのでね、すごくしっかりとバランスをとってる方なんだなって思ってて、彼女トラコちゃんが言ったのが、その私は自分の死ぬほどの努力で今ここにいるけれども、受けられなかった形が一番なんてとても口裂けても言えない、でもその同じ試験を受けていても私は女性だというだけで裁判官にもなれないっていうことをまず言って、でその誰もがそういうことに分け隔てなくなる社会を一緒に作っていこうって話をするところもそうなんだけども、それまで私は困った人をただ助け続ける、それは男も女の関係ないっていうことを言うわけですよね。で彼女の視点っていうのが、そのなんていうのかな、さっき男装の方っていうのはヨネさんっていうんですけど、ヨネさんは本当に男の人に対して腹が立ってるので、だからそういう行動に起きるし、その彼女はもうそこで戦っていくってことが分かってるんですけど、いろんなことをトラコさんは思いながらも、なんだろう、ある意味
きちんと、歪んだ怒り方をしてないっていうか、その人間に対して男の人に対しても、男だから嫌いって言い方をちゃんとしないんだよね。なんていうか、女だからダメだって言われることに対して男全体を嫌いになっちゃうってよくあることパターンで、それは私も陥る方で、もう男みんな嫌いみたいに思っちゃう時があるんだけど、彼女はそこじゃないんだなっていうのが、あの困ってる人は私は男女関係なく助けますっていうふうに言い切るとこがすごかったなと思ったんですよ。で、そのそれが女性のために立ってやりますよっていう言い方をしないとこがすごい、あれか。で、一番彼女が力を入れて、セリフを言ってるのがそこの部分だったんで、あそこでガーッもうルイス・エン・フォークそうなんですそうなんですっていうね。で、そこまで来ると私が何だろうなと思ったら、ずっとこの抑圧する人される人とかいう話とかもずっとここんとこしてたんですけど、やっぱり対等なんだっていう、どこまでも私たちは対等で、人同士の人に対するリスペクトだよねっていうところなんですよね。で、例えば、まあ、今で言うと何て言うのかな、知的障害と言われる方とかもいたりするわけで、自分より劣っているように見えちゃうとかって山ほどあって、そういうことがあったら上に立っちゃうとかね、そういうふうになりそうになったり、若い人はまだ年齢分かんないから上に立っちゃうっていうなりそうになる、で、お年寄りは自分よりも物ができなくなってるから上に立っちゃうって、その上下みたいなことになりがちなことって、なんかなぜか多いじゃない。そういうふうに育てられるかなのか分かんないんだけど、でも根底のところでやっぱり赤ちゃんに対してだってリスペクトだよって私は思う。なんかそれをずっと思ってきたので、トラコちゃんのその人に対してのリスペクトがあのドラマのなんか核なのかなと勝手に思っているんですが、そこでなんかね、河原さんがちょうどその差別のドラマをドラマを見たっていう話をしてましたよね。ドラマじゃないです、ね、あ、ドキュメンタリーですか。そう、あの、ま、黒人のという話でしたよね。あ、そうです、それはそうです、ね、何かあります？私今言った話で何かありますっていう振り方って絶対しちゃいけないって思いながら、それ以外の振り方が分かんない。ありがとうございます。いや、あの、差別の話は、まあ、前もここで何かちょっとね、いろいろ分離だとか何、かいろんな切り口で話はして、まあ全然そんな簡単に語れる話ではないとは思うんですけど、はい、なんかその あのドキュメンタリーの黒人のっていうのはどんな話だったんですか？そこを聞いてもいいですか？難しい？いや、難しくなくて、見た人もいるかもしれないし、まあ、きっと、見てる人も多いと思うし、それからあと、知ってる人も多いと思うんですけど、はい、NHK ですか？そうそう、NHK の、映像の世紀っていう、映像の世紀今すごい見てるって言ってましたよね。そういえばね、映像の世紀の中の、まあ、1910年とか20年とか20年代かな、アメリカがすごいジャズが全盛というかの社会で、その時にまあ活躍していった、まあ、女性の黒人歌手、の話で、まあ、ビリー・ホリデーっていう、まあ、有名な、歌い手さんだけど、その人が歌うその奇妙な果実、あの歌があって、はい、でそれの歌詞がものすごく衝撃的な歌詞なんですよ。で、衝撃すぎてやっぱなかなかその番組とかで歌えないぐらいひどくて、それは何かというと、要は当時、やっぱり黒人差別がまだまだすごくて、奴隷の後だもんね、奴隷亡くなったとはいえだよね。その黒人を木に吊るしてね、焼いてしまうみたいなことが、まあ結構起こってたりするんですよ。でその木に吊るされて丸焦げになった黒人の姿を、奇妙な果実っていう歌詞っていうか歌にして、その歌って曲なんですね。それだけでもその歌詞とその歌ってる姿を見てるだけでもちょっとこうなんていうかもう抑えきれないような、とんでもないよね。たかだか本当100年ぐらい前にそうやって人が人を
リンチして、焼いて、吊るして、でそれをね、絵はがきとかにしてね。うんうん、写真で。そう。うんうんうん。普通に使ってたりしてるのが抵抗のない、まあもちろん抵抗のある人もいっぱいいたんだと思うけど、うん、みたいな話なんですよね。でそれに触発された、うん、まあ、ボブ・ディランとか、うんうん、あと他の歌手の話とか、うん、まあそういう黒人の差別の話なんですよね、うん。なんかさ、この辺りってさ、実はすごいさ、深い意味を持ってるなと思うのはね、さっきそのトラコさんの話、この虎に翼がどうしてすごくいいかっていうところで言った時に、女性がずっとそのようにね、理不尽な思いをしてきた、まあ、黒人ほどじゃないにしても、まあまあたくさんありますよね。山ほどだよね、考えてみたら。本当だよ。だって売られてさ、ね、どう生き地獄で生きるのと、ね、大変だよね。だ、そ、今まさにその、うん、要は生きる、死にたくもないけども、そうそう、生きるも地獄っていう、ね、そうですね、そういう状況の中でその生きていくのがどんなに大変かっていうのかとも言ってて、うん、なんだけど彼女はじゃあ女性のためにやるんじゃないって言い切るとこが私はすごいと思っていて、恨むのではないとこに行き着くしかないと思うんですよ。でこれがもしもほら女性大変だったんだからさっていう話だったら、ここまでみんなが、うん、そうなっちゃってる人もいるかもしれないですよ、ほらねって。でここじゃないんだなと思ってて、あのクロアチアのタマリさんが来た時に、クロアチアがその戦争で大変な思いをするけど、その後に自分たちの国がやったことを彼が語っているのと同じで、自分の中にその気持ちがあるかどうかの方が最も重要だよね。だからあの私はその黒人だから、そのことに対してじゃあまともでいられるのかよお前って、やられたこともないのにって話なんだけど、ここ乗り越えるしかないじゃないですかね。同じことをじゃあ他の人にするのかってことがあるじゃない。だからそのどう捉えていくかっていうのは、なんか自分の中の差別の思いが、じゃあお前は人間としてないのかっていうとこしかないよねって感じがあるのね。難しい話なんだけど、でもそのどういうこう教育をしていくのかって時に、私は黒人の話で言うとタイガー・ウッズのお母さんの話を思い出しちゃうわけ。知ってる？いや、なんかね、やっぱり黒人じゃない、だから子供の頃にゴルフ場に行って入れてくれない時も結構あったんだって。その時にお母さんが言ったのがすごく秀逸で、恨むとかっていうことじゃなくて、彼らは知らないだけなのよって言って、あなたはあなたのやらなきゃいけないことをやんなさいって言って、そこじゃないことをさせてるのよね。一体これはどうなのかとか、その戦うっていうふうに行く人もいれば、まあ、自分の置かれたところでの選択肢かもしれないんだけれども、 彼のお母さんはそのように言って、知らないということをバカにしないんだよね。でトラコちゃんもそこなのかなっていう感じがするわけ。なんでこんなことも分かんないのってみんな思うわけよ。で私その、生まれるっていう映画があるじゃないですか、池川明先生っていうね、河原さんは多分知ってると思うんですけども、体内記憶のことをおっしゃってる産婦人科医の先生がいて、私ちょっと仲良くさせていただいてるんですけど、その方も出てくる生まれるっていう映画があって、ドキュメンタリー映画なんですけど、その中に何組も夫婦が出てきて、若い夫婦が基本中心でね、その夫婦はちょうど奥さんに赤ちゃんができて生まれるまでをこうやっていて、他には死産で生まれたお母さんだったり、障害があるって分かってたけど産んで育ててるご夫婦だったり、なんていうかこう生まれるように妊活をしてたのを諦めたご夫婦だったりっていうのが出てくるんですけど、その中の私はあの時にふっと思ったのは、お母さんは体が変わるからすぐお母さんになりやすい、だけどお父さんはそうじゃないからやっぱり分かりにくいんだと、そういう話をしてくれてるんだよね。だからお父さんは少し努力が必要だったりさ、人によりなんだけども、でその時にな、
お母さんはお母さんでね、この女性のことが分かんないっていう話をするときに、なんでこんなことも分かんないのよ、まあ、違うんだってことを本当強く言いたい。例えば生理で大変だって、トラちゃんは試験の時もすごい苦しむし、5日間寝なきゃいけないとかいうことをやるんだけど、そうなのよ、これがなんで分かんないの、分かるわけがないってみんな思ってほしいわけよ。女性にも分かるわけがないから、分かるように説明する必要があったり、それは男性もそうだろうなっていうことを思うのね。でこれね、私すごく思うんだけど、例えばさ、あれも思うの、ちょっと想像ができないから分からない部分があるんですけど、男性が思春期の頃とか、女性の体を見たらなんかちょっとおかしくなりそうになるみたいな、よくこう芸人さんとかが言うから、そうなんだろうなって思った時に、なんていうのかな、分かってるか分かってないか、ちょっとすごいあらわな格好をしてる女の子がいたら、触りたくなってついて手が出ちゃったってあり得るかもしれないとかも、私あんたのためにやってんじゃないしみたいな、本当乱暴だと思う。で私そういうことを私ねやっぱり思うのよ。だから自由ってさ、自由なんだけどさっていう、だからそのイスラム教で顔を隠すとか、あの奥さんたちをそうやって隠すっていう意味も考えた方がいいのよ。単純に女性を差別してるとかじゃなくて、そういうその生理的な、それこそ女性が生理なんと同じように生理的な男性の態度も私たちは理解することも必要だし、不自由さがそこにあっても社会で生きるってそういうことだよねっていうことを私は熱く思ってしまうんですよ。これはまた話が広がっていきますね。ごめんなさい。でそれ ね、 あのこのね、長くなっちゃったんだけど、でとにかくそのあれが秀逸だったのは、やっぱりその女性が大変だったのよね、だから女性のために弁護士になりますよってならない彼女の持ってるもので、あのモンパパなんて言うんですけど、うちのパパとうちのママは喧嘩してて、すごいパパがやられちゃう歌を出してることのバランスだなって私は思って、でそういう投稿したのよ。だからそのそこの投稿まずね、そういうふうに思いました。彼女が一番言ってるのは、男女ともに関係なく助けたいですよねって言ったら、実際ドラマの中でやっぱ、うわ男性もめっちゃ大変やなっていうシーン、そうでしょ、いくつも出てくるじゃない、出てくる、わざとだよね、うん、そういう、いやだからそういうことなのよね、うん、結局お互いそれぞれね。なので私が思ってるのは、その歪められた社会じゃんそれって、そういうのっていうのは男性も女性も両方生きにくいはずだっていうことをその投稿で書いてるのよ私も。だからそれを変えていきませんかって、それは本当に何ていうのかな、対等になるっていうとさ、男女雇用均等法とかの話になっていくわけさ。ところがさ、男性と女性で違うから、そこも違うんだよね、あのなんて、で私の感覚ではね。それでね、昨日のね、うん、その映像で見てた時に、うんうんうん、そのさっきの奇妙な果実っていうその歌にね、触発された、うん、そのサムクックっていう歌手、あー、サムクックね、うん、彼が天下はいつか起こるっていう曲を作って、それはもうずっと今でもこう歌い継がれていて、で知らなかったんだけど、オバマが大統領選の PR のその画像にその曲が流れていて、うん、だからその変化っていうのがキーワードはその曲から出たんだなということを初めて知って、でその最後の大統領で選挙に勝った時の演説の中に、今まさに美穂ちゃんが言ってたような、うん、黒人だけじゃなくて、うん、いろんなその人たちが一緒に生きていくのがそれがアメリカなんだというような演説をして、こうそういう昨日の映像、まあ、それが最後じゃないけども、まあ、そういう話で、ああなるほどなっていうかね、うんうんうん、でも本当に新しい価値観が必要なんだって、そういうことだなと思って、うん、これは本当に人間が生き残れるか生き残れないかの話なんだと思いますよ。さっきその動物だったらって話が出てたじゃない、動物だったら自分で体ね、うん、で人間はじゃあ健康って一体何って太田さんとも話をしてて、そうすると障害持ってて健康じゃないってこととかいう話とかもいっぱいあるじゃない。でもそのそういうその一見普通の世界ではこうなくなるかもしれない、だって置いてかれてしまったら野生では生き残れない、でも一番弱いのは人間なので、人間はどうしたかって社会を作るということで、全ての人たちを多様性を認めることで生き残ってきたっていうね、そのことがあるんだなと思った時に、ここをできなかったら多分お互いに争いあって滅ぶだけだよなっていうふうに思って、
おります、はい、ちょっとここはそれぐらいのところで終わらないね。なんか一言ぐらいありますか。いやまあそうですね、結論は出ないけど、はい、はい、またあのこういう話も聞かせていただけたらと思う、あのネタができたら教えてください。はい、はい、エンディングの時間になりました。結局ですね、もうあの熱い気持ちになっちゃうんだなと思って、あの宝木美帆のようなものというタイトルつけてるように、人間はどんどん変わっていくのでね、明日には忘れてる可能性もありますけれどもね、あの告知をしていきたいと思います。明日ですね、わー明日です、5月27日、卵の独り言スタンプセラピーと題して、卵の独り言という小冊子にみんなでスタンプを、まあ、自分のですけどね、スタンプを押して本を完成させていくというワークショップをなんとか堂でやります。日野市南平の絵本ショップです。でそれからまだね空いてると思うのでね、あのよかったら問い合わせてください。そして来月6月の、1日から30日まで、なんとか堂さんで私の棚をクローズアップしています。あーやったー。で毎週ライブをね、どこかの曜日でやろうと思ってて、木金土日やってるお店なので、木曜日の時もあれば土曜日の時もあればみたいな感じなんですけど、6月1日は一応もうライブは決まっています。11時かな、しっかり時間は書いておきます。あと8月の12日の月曜日祝日はもう今手帳に書き込んで、そしてまあこのラジオでね、いやそんなんじゃないんだよと、怒りのメッセージとか本当にあのこう言ってますけどね、本当自分の中の差別の気持ちがあるかどうかと思って、10代の頃に私は韓国に行ってね、あのハンセン病の定着のあの村に行って手伝うということをやって、自分自身はどうなんでしょうかということをこう確かめようとしたりする変な子供だったんですけど、まあまた会いに来てくださればいろいろお話できると思います。その他宝木門の最新情報は YouTube、Facebook などの各種 SNS、メルマガ等でお知らせしています。この番組では皆様からの感想、トークテーマのリクエスト、お悩み相談、あなたの面白いエピソードなどメッセージをお待ちしております。コメント欄への書き込みや説明欄に記載のメールアドレスまで送ってください。それではまた次回お会いしましょう。お相手は宝木美帆でした。さようなら。懐かしい場